ホイットニー・イヴ・ポートは、アメリカ合衆国のリアリティショータレント、ファッションモデル、ファッションデザイナーである。MTV のリアリティショーである、ザ・ヒルズに出演したことでよく知られ、今は同じく MTV のリアリティショーである、ザ・シティの主演として有名である。父ジェフリーと母ビッキー・リンの間の三女として、ロサンゼルスで生まれ育った。兄が一人いる。父のジェフリーは、スワームというファッション会社を所有している。ワーナーアベニュー小学校に通い、その後はサンタモニカのクロスローズスクールで中高時代を過ごした。名門私立大学の南カリフォルニア大学でジェンダー学を専攻し、2007年に卒業した。大学在学中に MTV のラグナビーチに出演し、ローレン・コンラッドの友人でもあるクリスティーナ・シュラーがルームメイトであった。大学時代はトミー・ジョーンズ3世と付き合っていた時期がある。ティーン・ボーグで働く以前はウィメンズ・ウェア・デイリーでインターンをしていた。また雑誌 W においてもインターンを経験。2005年から2007年までの3年間はローレン・コンラッドと共にインターンをした。その後は正社員として働き、後にダイアン・フォン・フュルステンベルクのニューヨークオフィスで働いた。2010年9月に東京で開催されたガールズアワードジャパン2010に出席するために妹のページや両親と共に同月23日に初訪日した。ありがとうございます。